これは極東の美しき花散る都とはまさに見るがいい、うん、ところで奏者よ、玉の支配領域わかりやすいであろう。置いてけぼり、トナ。三哥，龙拼声放送开始了。龙拼声放送是啥小？まったく。どうしてそう先へ先へと進んでしまうのだ。あまり焦るでない。嘿嘿嘿，不是。うむ、有事に備えて作っておいたローマ式ピコピコ棒なのだ。奏者よ、月だけではない、夢という形であれ、しか世にとって、そなたにとって、世は感じたい、そなたとの道行きを。急務であるゆえ時は惜しい。そう、あまり前のめりになるではない。そんな風にして放っておかれてしまうと、世は寂しいぞ、奏者よ。世に構えというわけではない。大切なのはそなたはそなたということ。それがどれほど困難な道であろうと恐れはない。所以龙拼声放纵到底是三小是召唤一些龙进行火拼的实况吗？戦うことが目的ではない。参るぞ、奏者、戦闘開始だ。招かれざる客人がいらっしゃるようですね。お二人とも手はず通りお願いします。了解。さあ私が相手をしましょう。どういう意味なの？サーバントの相手は後回しか。この剣は星のごとく。はっ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 、もはや止まらぬぞ。はっはっ、この剣は星のごとく。すでに敵中も受けている。まずは救援に向かうべきではないか。はっはっ、この剣は星のごとく。はっはっはっ、ギャッ、天の火よ落ちよ。ロサイクス炎のバラ。吕布又开始在哭了，我不会讲日文。500体撃破。
勝者、戦況の確認も。攻め込まれている自陣があるようだぞ。はっふっはっはっはっふっ、ローマの罰は宇宙一なのだ。はっふっはっ、勝者よ、我が軍にもう後はないぞ。このままでは敗北だ。カカ、よくぞ参った。存分に知らおうではないか。なかなかうまくいきませんね。しっかり誘い込んでくれてます。はいの前、勝者よ、このエリアそなたに捧げよう。いい成果を出したよ。こちらも皆の星よ。哎，银打出来，坏。这个领地占完，我要直接去打王。哎，你在上面干嘛啊？他刚刚用他的头直接坐在我头上做地板动作，哎。
谢参哥激发人宝三，我怕被车撞，斗点运气出来。激发人宝三是三下啊。ようやく到着か。それはそれとして、敵ながら見どこ、そしてその中に不協和音のごとくドシャーッとばらまかれた一時期レーザーサイトの中ともすれば忘却の川に流されるもん。しかし、しかしだ、キャスターも。ん？さすがの湯も照れるというか、実感してしまったぞ。今のそなたは情熱のみでなる精神の存在なの。まったく、以前のそなたからは決して出ない言葉ゆえ危うく心臓だが、その例えは良い。おいでくださいましたご主人様。我が千年平安京、そうであれば、ああ、なんと嘆かわしや。このパーフェクトタマモンワールド、略してわかります。そこ、露出度の高いあなた、恥知らずなドレスを着込んだ皇帝陛下。ん、もしや世のことか。何を言う、この程度の露出は乙女の冒険。恥を捨てるのならもっとすごいに決まっていよう。うん、そうであった。それにしてもそなたの手は温かいな。うむ、そなたの期待に応えよう。フグ大天の宮敵といえ、この場だけちょこっと仲良くなってみせるぞ。相変わらず本音ダダ漏れですね、あなた。あ、いえ、本。なぜなら今の私は負け狐ではないのです。いよいよもって遊びは終わり、縁も竹縄。まずはそれなる女の首をでん、ぬぬ、言ったな、キャスター。やはり話し合いは土下堂かつ根畜生という意味です。言うだ、レガリアの掌握は私が上。さあ、今こそ決着といきましょうか、バカ皇帝。どういうおつもりです。これはレガリアをかけての大勝負。ご主人様といえど容赦は。なんという熱い視線。次の決起と申します。いいえ、妙な口車には乗りません。ここまで我が領土に攻め込んでおいて交渉を始めるとか、私理解が追いつきませんので。な、何を言っているのです。私はすでに青年鏡を敷いているのです。これが敵以外に何だというのです。こっそれを。それは
そこなるセイバーはどう？うむ、言わずもがな。余は奏者に全てを委ねるまでだ。サーヴァントとしてですか？レイジュのもとに契約を結んだ。た、そうではない。世が世として決めたことだ。貴様も自分自身に尋ねてみるがよい。キャスター、いや、玉物の前、刃の前に身をさらす決意。この渾身の言葉をいかに己が受け止めるのかを。そうでございました。どれだけ電脳体を細切れにされたとしても、あなたお見それしました。こ、ミコン、ショックです。同時に感動です。まさかこの私が言葉のみですっかり長文。なんという池玉。まさか私がうなずくと分かっておいででしたか。うう、愚かなのは私でございました。ご主人様、落ち着いたらセイバンさんのところに行っちゃうんじゃないかな、などと疑ったばかりに。たまものバカバカバカ美少女バカ。もっと二人の絆を信じてセイバーさんと真っ向からヒロイン対決をしていればよかったなって。封印していた本性とか我慢して出すんじゃありませんでした。うげ、ミコ。ほれ直しました、ご主人様。どこまでもついて行きます。三千世界の果てまでも、ええ、因果の彼方へも。なんと、いきなりイチャつき出したではないか。奏者よ、これは負けていられんな。それでは、世への褒美はなしか。キャスターばかりずるいではないか。世も稀には、そう、ごく稀にではあるが、めでてほしいと思うこともあるのだぞ。うむ、具体的に言うと、頭を優しく撫でるがよい。やれ髪が乱れる、犬猫のように触れるなと言ったりはせぬ、せぬのでどうだ。今なら膝枕も許そうではないか。これほどお得なローマセット、もはや買い占めるしかないな、奏者よ。うむ、うむうむ、そう来なくては。スキンシップは重要だからな。精神と魂の融合、どんなに高等な術式が必要かと思いましたけども。うむ、三つの要素のうち二つが統合されるのだ。そちらの奏者とこちらの奏者、地上では肉体がより代となるが、その点で言えばそちらの奏者だけは。ご主人様の肉体、あ、いえ、魂に経験が宿った以上。それは誠か、キャスター。統合するまでもない、いえ、むしろ統合してはあなたも分かっているはずです。セイバーさん、肉体に恐らく、それを承知であちらのお方は記録を飛ばした。キャスター、何でもございません。私がここで口を出すのは、そ、れ、よ、い、お話を。1万と数千年の周期も大元の私の記録と一致します。これを放っておけば、陶器品
あれば破滅の記録です。それは私の望むところではありません。アンズベナ、これより後に出るのは過不足なく世の奏者とちょっぴり世も心配はしているのだが、ですのでお忘れなきよう。いやいやキャスターよ、視力は確かか。どう見ても世の奏者であろうに、故にあまり密着したり誘惑したりするでない。いや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 、おいやいや笑うところではないぞ。ほほほほほ、むう、なんという怪力か。がっちり腕に組みついて離れぬとは。セイバーさんこそ、つつましやかな胸がご主人様の腕に当たっているではないですか。なんてはしたない。おい離れろ。バカめ、当たっているのではない、モーションをかけているのだ。何事も先手必勝というからな。嫌ですよセイバーさん、おっしゃったではないですか、過不足なくどちらのマスターでもあるとかどうとか。言ったとも、つまり世の奏者だな。いいえいいえ、私のご主人様です。ああ、やっぱりやっぱりこうなったじゃないですか。うむ、そこだけは気が合うなキャスター。こればかりはどうしようもない、むしろこれこそが正しき形。分割などは事故に過ぎぬ、奏者は唯一無二であるからこその奏者であるがゆえ。为什么我们四千多人要在打炮节看一个有女朋友的人玩后宫剧情呢？你知道，心之所向则或千或百。当然，我并不觉得今天是打爆节啊。私が真にご主人様のサーヴァントです。むむ、およ。宇宙 CQC 耶。そうだな、この手の揉め事は全てが終わった後だ。ええ、セーバーさん、ここは預けます。どちらが制裁にふさわしいかのお話はすべきことをまるっと成し遂げた後で存分に。可能有些人不知道宇宙 CQC 是什么吧。
私は大王である。私は破壊である。星より降りて蹂躙を果たさんとするものである。破壊の、ご主人様、剣の一振り、神明解放なしでこの威力、振るっただけでこの威力ですか。神明を知っている。なぜだ、信頼の記憶を持つものか。いや違うな、そうであろうと現在の私の名を知る前ならば何だ。うむ、それを一言で語るのは難しい。故に事実のみを聞かせよう。世の神明はネロ、ローマ帝国第五大皇帝ネロ・クラウディウスと覚えるがよい。ネロ。そして貴様やこれなるキャスターと同じくして愛しき奏者のサーヴァントだ。女、我がマスターの名を口にしたのか。それは私だけが口にすべきもの。もういい、私が誰であるかを知る者など必要ない。それはただ一人だけでいい。奏者よ、同期よ、共に耐えるとしよう。キャスター、ああ、やっぱりそっちと同期なさるんです。悔しいですが今は。ええ、圣诞节吃牛排，是哟是哟，好吃。軍神の剣を受け切ったのか。何を言う、アルテラ。その通りです。何せ私たちは誰あろう聖杯。うむ、さらに加えて言うならば今回は四郎终于按捺不住了，哦，怎么突然出现三个美少女？赞赞赞！一定要出来刷一下存在感。こっちはですので、ご注意を。メガリアの力があろうと気を。
勇者？ご主人様？そうは言ってもだな、奏者よ。アルテラメ、こちらに合わせて剣を止めている。対話か。こちらの魔力は限界です。そちらはいかがです？どのくらい継戦能力残ってます？そちらも余裕なしか。悔しいが後がないぞ。あのような魔剣と永遠に打ち合えるものか。あれは魔剣でもなければ聖剣でもない代物ですが、まあそうですか。こうなるとご主人様次第ですね。私たちが生きるも死ぬもご主人様の言葉次第。あちらなんだ。ならば心配はないな。胸を張って奏者に任せるとしよう。まったく、あなたという人は。いいだろう。事実、私は興味を抱いている。どうあれ結果は変わるまい。十分だ。ひとまず礼を言っておくぞ、アルテラ。不要だ。話にならんな。最後まで話を聞け、アルテラよ。奏者はまだ肝心なことを伝えていない。レガリアの統合、英霊の方はだと。何？おかしなことを言う。私を守る、お前が。時間がないのが惜しい。もう少しまからぬか、アルテラよ。これは大切な機会で、真実、貴様のためでもある。奏者の目を見るがいい。これよりも曇りなき瞳を世は知らぬ。貴様はどうだ。本当にこの眼差しに覚えがないと白を切るか。私は殺戮の機械だ。破壊の大王、優勢の化身、別段人の論理などを重んじることもない。重んじようと思ったこともな。だが後悔そう、セイバ。お前たちの言葉は非論理的に過ぎる。待つがよい、アルテラ。許可した覚えはないぞ。姿を現すな。話し合いは決裂ですね。でもこれは大層運がようございました。あれがその気になればですので、ご主人様どうかお気を落とされずに。アルテラ、どうあっても戦わねばならぬ定めなのか。世は記録でしか貴様のことを知らぬ。まだ道はあるはずだ。そうであろう、奏者よ。来了第四章，
これでなかなかの佇まい。金箔まみれ。うん、我が奏者が進化たちに顔を見せる場だからな。貴様の桜の都もほどほどに良い都ではあったが。おや、大きく出ましたね、セーバーさん。それで永遠を語るなんて、たまもちゃん大笑いです。ええー、まあ味方によっては。キャスターよ、何を言ってるのだ。ローマは永遠なるロモルス。あのガチムチのおっさん。まああの方でしたら、そう朗々と語ってもおかしくはないですが、そんな文献なり碑文なり残っていまして。那位大叔的话，大次次讲出这种话也不奇怪吧？我国中的时候一度这么认为。谢谢大可大可，感谢感谢。ローマである。なんですそのノリ？ご主人様まで突然そんな？もしや新しいセラフではローマ流行の兆しが？嫌です、ローマブームだなんて。地中海とかハネムーンで行くからいいのであって、毎日あんな日差し浴びていたら髪が痛みます。ここ先ほどの言葉ちょっと気になります。バカを言うでない。はっ、もしやトップサーバントとして。あの、そうではない。世に名を残した者もそうでなき者も、ローマ皇帝、ローマ統治者が親切。ああそういうではなくて、何です、ローマ自慢が一人寝の別れか晦日の月か。そ、貴様を連れてくるのは当然ではないか。ならばいつまでも花の都に留めておけるものか。それくらいの。何です、急に小声になったりして気持ち悪い。とまれ、どちらを以降のご主人様のお住まいとするのかはひとまず置いておく。これなるローマ領域は対優勢の拠点としては申し分なく、すでに我が進化は集っています。うむ、ではいざローマ大会議開催である。他是不是又把我的头砍下来。为什么吕布也在啊？他又不会讲日文。このジョーちゃんの言う通り、早速あちらさんはセラフの進行に乗り出してきてるぜ。適正プログラムだっけか。よし、では分かりやすく名付けよう。このキャスターめの操っていたものと区別して。直球ですね。いえ、分かりやすさは重要ですけども、レガリアをそちらに引き渡した時点で私はプログラムを増産できませんので。それは承知している。残念、むやみやたらに構成プログラムを作るのはよくない。ここからは。おお、キツネの姉ちゃんの増票に頼るまでもね。あんなもんは短期でも。おお、アサシンの旦那とな。旦那は例の妙な術で姿やら音やら熱やら消すわ。こっちにはルーンがあるしで、ま、こっちの領域ってんなら玉座の機能でもうちょい詳しい情報が。占拠した領域を。しかり、話が早い。お主らもそ、アルテラでしたか。そうですね、ランサー。まあな、ありゃここにいるメンツを前に。トップサーバントだな。そう驚いた顔をしなくてもいい。私は、それによればランさんが確認したサーバントたちは間違いなくトップサーバント。戦力としてはカルナとほぼ同等と思って構うまい。本来はムーンセルに属する存在であり、優勢の連中は現在優勢側の本拠である未明領域からこちっと遠からずローマ領域へも。それほどの勢いだった。彼らは制圧した領域の変質を始めている。 80% 敵の本拠
未明領域へ。本来彼らは拠点など持つ人、それでも拠点を作っているのは守る。そいつはまあそうだろうな、異論なしだぜ。しかしなんだね、不愧是我们四郎，跑去进行谍报行动。申し訳ありません、アーチャー。先んじての戦い、あなたは私の失敗を感謝を捧げます。必要と感じて。闭嘴搞完。何？こう言ってはなんだが。対局を見極めなかったのはむしろ俺の方だ。カルナ殿、なんだ、なぜようよそにいい空気になっている。せっかくなので余も混ぜるがよい。勝利の後の感想戦は余も大好きだ。うん、太好、只有男人的空间很棒。呂布さん、さっきから何も言ってないんですけど大丈夫です？我不会讲日文，抱歉。キャスター、すでに女王ではないのでこう呼びますが、彼は以前からこうです。え、嘘マッチです？リアリーです？カカカ、さすがは音に聞こえし飛翔軍。豪胆豪気とはまさにこのことよ。ああそうか、アサシンさんは緑さんとまるっと広い意味ではご同郷なんでしたっけ。もしかしてファンなんです。没错，都同志，国人。武に生きるものであればその名は必ず耳にしよう。弓、矛、馬、どれをとっても破格の武人だからな。無論裏切りの逸話もな。かか、反骨の大将軍を配下に加える女王の度胸、よほどの大物かアホかと感心したものよ。ちょ、そういうことはもっと早く言ってくださいまし。まさか呂布さん裏切る気満々でした。収拾がつかなくなってきたな。おう、御大将でどうするの。そうだよな、敵のトップ。うむ、やってみるしかあるまい。我が陣に集った一騎当選の強者どもよ。セラフへと魔種を伸ばす優勢、月を引いては世界をくらわんとする魔性を、これより世と勝者は相当する。聖杯戦争の勝者としてではなく、ムーンセルよりレガリアを授かった者としてでもない。新たなセラフに住む者として悪を滅ぼす。そして許せ、これは世界を守る戦いであると同時に世と勝者によるある種の敵討ちであり、ある一人の娘を救う戦いでもある。大いに私的な理由ではある。だが貴公たち、英雄の矜持あらば世と共に来てほしい。その戦い、歩み、すべてに栄光と喝采があろう。ここでおいとまする方いませんね。緑さんはお眠のようですけども、こちらはそうですね。ではご主人様のお帰りになるここを守りましょう。よろしいですか、カルナさん、ライダーさん。AA00613、感謝感謝。ああ、依存はない。賢明な判断でしょう。レガリアそのものに及ばないとはいえ。キャスカ、うむ、しかと頼んだ。積年のライバルが味方になるとは、これほど頼もしく、また嬉しいことなのだな。まったく感動屋なんですから。それでは都の守りは私めに。お帰りをお待ちしております、ご主人様。行くぞ勝者よ。目指すは古代神殿エリア。大勝利に向けて炎の遠征を開始する。
看，我都听不懂，不会讲日文，所以只好睡一下。结果我真的睡着了。そなた、大層疲れていたのだろうな。無理もない。千年平安京での戦いを心身ともに疲弊していてと実感が湧かぬか。どんな顔をしていたのかは真実奏者の内側のことではあるんだが、アンズルそなたに絶対にだ。世は無二の名器である。奏者、急にどうしたのだ。奏者よ、精神のそなたであれば、精神の電脳体は情熱を司るというから前のめりな行動もうなずけようが、そなた魂と投稿して ZXCGHJKO 混在一起的，这样子。イケメンの魂、池玉か？これはダメというかダメすぎる！逃げるのだ奏者！よよ！逃げよと、よは申したからな。それでもとどまっていたのは奏者だからな。良いの？良いのだな。こうあってはよももう止まらぬ。エトナさんがごとく高なる鼓動だな。もはやよ自らであっても止められませぬ。よいか、これから先起こることはすべて、すべては夢ではない。夢ではないのだ。分かっておろうな奏者。またもそんな瞳でよう見るのだな。これは皇帝たるもの、進むしかない。わかるぞ奏者。マグナウォル一世マグナム。よい、うん、すべてを委ね、すべてを預けて瞳を閉じよう。よも瞳を閉じるゆえ、よい、うん、おはようございますご主人様。アサギの準備ができてございます。って何してくれちゃってんですか聖母さん。せい、両者一旦離れて、離れて。ここであったが1日前、まさかまさかのご無体を主に強いるとは。皇帝の正体見たりです聖母さん。我が千年鏡は放棄してしまいましたから、今やまともに機能するマイルームはここ一つであればこそと涙を飲んで許したというのに。なんです、回復機能どころかとんだドレインじゃないです。よっぽど強卓じゃありませんか。お天道様に恥ずかしいとは思いませんかセーバーさん。こんな、あ、口にするのも恥ずかしい。無理無道、下道の所業、ローマファンタスティック行為の未遂はそこまでです。そこまでですかも。まあ、なぜ止める。せっかくの皇帝ロマンスであったというのに、ローマファンタスティック行為の何が悪い。貴様だって花の都で同じようなことを絶対してたはずであろう。絶対そうであろう。言ってみるがいいキャスターよ。一度たりとも魂の奏者にオリエンタルファンタスティックを求めなんだか。それは、その美少女と池玉とが一つ屋根の下とあらば、そういう機会も、少しくらいあったような、なかったような。それ見たことかー。
こちらの奏者は目覚めてからというもの、戦い戦いまた戦い戦いばかりで、そんな暇などみじんも。ジュルイではないか。这是打他スクーター。感谢。古いのはそちらでしょ。もはや二人のご主人様は統合なさってお一人なんですから。抜け駆け禁止、それは大前提のはずですが、何か。それはそのそう、皇帝特権というものが世にはあるどうかスキルですよね。それ、しかもあんまり使えない。看会加攻加防跟补血哦。するのはどうだろうか。無論ルダスドデシムスクリプトルムだな。うん、知らぬのか。神話伝説や歴史には妙に詳しい。何のことはない。名の通り十二バックゲモンは知っているよ。それのローマ版だと思っ、元はエジプトあたりの遊戯だと世も由来まではよく知らぬ。要は十二では、ルールをよーく聞くのだぞ。要は一度しか言わぬからな。きっとだぞ。よし、三戦目も世の勝ちだな。ふふふ。惜しいな、奏者。あと一歩で初勝利をもぎ取れたというのに。勝敗は明確に結果として現れる。マスも一つ、あと一歩が勝負を分ける。まさしくこの感覚はセラフの国取りと似ていよう。そう来なくては、世のマスターにふさわしき不屈の情熱だ。ならば再戦と行こう。無論世は一切の手を抜かぬぞ。奏者よ、世からのプレゼントだ。第四关四千级杀，月灵收入120，五分钟内发动五次 EX。哇，好多人啊！セクターの制圧を急げ。
にかけて守り抜きます。便利なものよな。プラントがいるな。まずあれを叩き落とそう。他的重状态也是很靠北。敵も手強いですね。こちらも気合を入れましょう。何度でも言うぞ。ドア、奏者が大好きだ。あなたたち、在庫。タイムマン、奏者よ。このエリアはそなたに捧げよう。いいな。では第二陣と行こう。あ、重装皮，这个很难打，这个超痛。升天奥义。ここまで多いとはな。英雄を。牙はあったか。この剣に
にかけて倒れるわけには。うん、食い下がるではないか。いいぞ、八つ咲きにしてくれる。少しだけ猶予やろう。一時の命ありがたく思えよ。タイムマン、奏者よ、このエリアそなたに捧げよう。さあ迎え撃て。おお、さすが皇帝陛下だこと。領土の制圧が似合うね。我が重装歩兵のことごとくを打ち倒してよくぞここまで参った。しかしまっこと予想外よ。うむ、まさに激戦。キューッターがそれもここまで。覚悟するがいい。優勢の総区我が祭は戦場にあっても変わらず、剣撃の音色は戦慄。おお、どうにいった挑発。自信認めよう。であればこそその歩みに一切の惑いなくさらなる窮地にも。イスカンダルと来たか。メイ君カエサル最後が憧れし脅威の大王だが、戦場においては剣のみが確かなもの。世の名はネロ・クラウディウス。征服王よ、我が剣を受けるがいい。なんと、貴様はあのネロ・クラウディウスだったか。はははははよく見れば目を潰すほどの深紅と黄金。しかしこれは驚きだ。かの暴君がこれほどの戦上手とは思わなんだ。よほど優れた石膏を放ったか、それともそれ損なる指輪の中にいる魔術師あたりが。ある意味ではその通りではあるが。なんだ、どうした。余がわざわざこうして待ち受けたのは貴様の首を取るためだ。それはこちらの言葉だぞ、征服王。ん、引っかかる言い方をするではないか。ならばと何をもって貴様優勢の側に身を置くのだ。世は征服王の本来のあり方を知らぬが、その言動人の世を乱す反英雄でもあるまいに。まさしく大英雄である貴様が頭の中身をいじられているようにも見えぬし。なんだ、まあこちらにもいろいろと都合と事情があってな。まあいい、ここまで見事に我が傭兵を破った褒美だ。アルテラという娘知っておるな。無論知っている。世はあれと戦った、そして負けた。あれは破壊の化身とかなんとか自らを言うが、世にはどうにも合点がいかぬ。戦いの本質は破壊か。少なくともそんなもののために世は戦わん。戦いとは何だ。我らは何のために剣を振る。あの娘、そのあたりのことがすっぽり抜け落ちておる。
ならばと余は考えた。我が戦いぶりをもって伝えてみるしかあるまいとな。我が獣院、我が失踪、月の戦場であろうと世のなすことはさして変わらぬ。もっとも世の背中をあれがきちんと見ているかというと自信はないが。そうか、立場と手段は違えど、世と奏者は、そう、アルテラをその滅びの結末から救いたい。いや、貴様とは少し違うか。征服を。そうだな、暴君、いささか以上に違うわ。世はあくまで知らしめるだけよ。世の戦いぶりをもってして。ならば見せてみよ、破壊のためではなき貴様の戦いを。おお、啊，我不会等一下突然对我他妈射两发麻醉枪，再丢我一下 CQC 啊！哎呦哦！やれ、雑種どもが生きがるものだ。戦場では野蛮さも磨きがかかる。まさに似た者同士ではないか。さて、見届けるに値する戦いであればよし、そうでなければどうしたものか。こちらの雑種もろとも撃ち抜くのもまた一興か。英雄王、それは本気のお言葉でしょうか。旗持ちの女か。なんだ、俺はこれで忙しい。ザレ事ならよそでやれ。なぜ、なぜあなたはアルテラに従っているのです。征服王や私とは違い、あなたにはムンセルに選出されたという背景もない。優勢に関わる理由があなたには見当たりません。だというのにあなたは副官という任まで買って出た。なぜなのです。従う、この俺がか。はっ、女、貴様よもや俺が臣下としてあの娘に頭を垂れているとでも思ったか。これは笑わせてくれる。貴様、道化の才能はかなりのものだ。我が宝物庫に加えても良いほどの冗談だぞ。どう爆嘴一顿。私は冗談など。いやいや、大いに笑わせてくれるではないか。褒美だ、教えてやろう。何、単純な話だ。セラフの裏側で退屈を持て余していた矢先、未明領域であれの目覚める音を聞いてな。数えてみれば魔星の襲撃から14000年、俺には預かり知らぬ記録だが、少しばかり縁があるのも事実。どうあれ、良い見せ物になるのは明白だ。退屈を持て余していたと言ったであろう。よって自ら限界してみたまでのことよ。だが戦いは時期終盤のようだ。我が父、我が神話のもとが結んだ条約も時期尽きる。あれは果たしていかなる結末を東大に迎えるものか。そればかりは俺にも見えぬ。貴様もよく考えてムーンセルのおもりをするのだな。そのようですね。今回の見極めは難しい。あなたのように分かりやすい悪が敵であれば簡単だったのですが。調子が戻ってきたではないか。では見聞に戻るがいい。貴様の迷いも少しは魚になるというものだ。気づかれよ我が魔剣、光を示せ。
全てを飲み込んでやろう。受け取るがよい。サウンセントクラウデュース。プラントがいるな。プラントがいるな。まずあれを叩き落とそう。やっ、愛の力思い知ったか。花と散れ。ああ決定升天征服王。奏者よ、このエリアをそなたに捧げよう。互いの矜持をかけ、己が一陣をもって雌雄を決する。それこそが世の言うところの戦いよ。ただ遅い、ただうまい、ただ焼き尽くすだけではな、そんなものはつまらんわい。であればこそ、これはいい。満足のゆく戦いであった。ひとときの喜びの返礼だ。勝利の外貨は貴様にくれてやろう。まさしく舞うような胸のすく戦いであった。征服王はこれにて突き押さろう。バラの暴君、いやさ、バラの剣よ、さらば。さらば。心身ともに屈服させ、認めさせ、そして惚れさせる。それが征服王の戦いか。うむ、この上ない大王であった。血湧き胸躍る戦いは数あれど、まさか負けてしまいたいと思わせる戦いがあるとは。まことに恐ろしい強敵であったな。レガリアの力なくして、いや、奏者なくしてこの勝利はなかっただろう。返礼はこちらのセリフだ、征服王。今も彼方をかけ続ける夢の轍、その勇姿、世は決して忘れぬぞ。何がトップサーバントよ。よっ、空前絶後のトップアイドルにして誰もが呼ぶわ。いいえ、もうそれだけに収まらない。血走った獣並みに場を読める貴様は、讃えなさい、羨みなさい。全てのサーバントを過去にする、ハイエンドサーバントこと新色エリザベート・バートリーよ。優勢に新色されたエリザベートか。征服王は侵食なんぞされずに、ああも堂々としていたというのに。違うわよ、されたんじゃなくて自分から取り込んだの。私は全ての知性体の心を犯して食らうの。え、なんで？わかんない？怖いでしょ、恐ろしいでしょ。だって本気で今の私に不可能はないわ。誰がなんて言おう、哀れよな。様が救われたアイドルの在り方とは、力を求めて食われたといったあたりか。そうも落ちるか。落ちてないし、侵食されてるのは私じゃないし、私は今だってあなたのライバルなんだから。いい加減にしなさいよ。私はやめたの。私は牢獄も救済もいらない。優勢は私に力をくれた。ライバルだろうと、トップサーバントだろうと、エリザベートよ、そこまでの覚悟であれば貴様の苦しみは世には分からぬ。その辺、それでもなお世をライバルというのなら、センターの座をかけて勝負だ。かかってくるがよい。間に落ちた竜の娘よ。
いい成果を出したようだな。こちらも見習うとしよう。真打登場よ、セイバー。あたしこそが誰の心だって犯して食らうトップアイドルよ。そのような姿を探して名をほざくか。バカの我が剣で頭を冷やすがよい。手間を稼いで、もはや楽には済まると思え。はい、味方が襲われているな。防衛に向かうぞ。そうしよう。見ている。あれ、やば、あたしキャラ押されてるの。ミオマスター、すべてミオマスター、すべて我らの領土となったぞ。私は優勢の力、あなたはレガリア。そんなに強いなら、そうね、勢い、それなら、そうね、私はもうレガリアなんて必要ない。だからいらっしゃい。あなたたちがあがけ、そう、まずはアルテラを倒せばいい。あのいけすかないアルキメデスもね。その後はちゃんと覚悟してくるのよ、コリス。未明領域への入り口か。しかし確かにこのままでは及ばぬ。観測結果もそう出ているが、自然に閉じるといった事態はまずないだろう。君たちはよくやった。魔力の回復、うん、そうだな。思うところはあるが、良いな、奏者。真の決戦は下一場才是终战。